女二人映画の話さあ始まりました女二人映画の話第58回三田村千春です宇宙魔王ですこの番組ではシンガーソングライターの私たち女二人が映画についての話に語っていきます映画好きなあなたやこれから好きなのあなたも一緒に楽しくおしゃべりしましょうはいと、はい、いうことでなんか 最近天気がおかしいくらいですかうんなんか急にね、雨降ったりとか晴れてんのに雨降ったりとかそうそうそう、急急変してね、降ったりとかしますけれどもあの、最近っていうか、常々思ってることがあってはいあの、何よりも私、風風がふ強いっていうのが一番鬱陶しいんじゃないかと思ってて地味に嫌じゃないうん、最近確かに風が強い日が多いそううん。 なんか雨がすごい降ってるとかは例えば家の中にいて、うん、雨がすごい降ってるとかは全然いいじゃんうんまあね守られてるわけだしそうそうそうなんなら情緒すらありますよね外が終わある,ある,あるうん。そうだけど風が強いは嫌なの、うん、なんかうーんあ家の中にいてもいてもなんだろうなんか落ち着かないっていうかうん ざわざわする感じがする、うん、その風の音とかがあ<ー>うんいや外を歩いてる時なんて持ってんのほかだけど <laughs> なんかそうですね、うん、息もなんかしづらかったりするし風は結構嫌だなって,思って、うん、それはあるなんかこう体感温度も下がるしこの時期の風は結構嫌ですねそうなの、うん、でもそこには気づかない ことが多いなと思って、あ<ー>えて口にしてみました。風という要素にね。我々はちょっとね。風が一番厄介だということにね、うん。確かに。はい。新たな気づきをありがとうございます。<laughs> <laughs> はい。はい。最近、だ、なんか気づきあります?。最近の気づきですか?。うん。<laughs> ちゃ無理ええー。な <laughs> んですかね。最近の気づきは特にないです。 何ですか？じゃあもう一個気づきあったわ。はい、あどうぞどうぞお願いします。あのー、エスカレーターにのっ、うん、乗っててまあうん、えと。例えば地下鉄ので、はい、えっと上りのエスカレーターに乗ったとするじゃないですか？地下鉄の改札に向かう時とかに、うんうん、スマホを乗ってる間見てたとしても、はい、知らない間に降りれてません。エスカレーターをえ、それは？ <ん>うん、上り限定あれ下下りりでしたっけ、まあ、下りもだけど、うん、上りの方がなんか私びっくりするんだよねなんか、うん、あれあ,あ<ー>いつの間にエスカレーター降りてた私みたいなあそんな気づきはなかったですね、うん、えちょっと意識してみてほしい <laughs> 意識し,してっていうか意識して意識しないでほしいあー難しいですけど <laughs> <laughs> そうか あだから、ね、やっぱエスカレーター降りる時って足元をちょっと注意してみる見てるわけですもんね、うん、多分私たちはうんうんうんだけどそれがえっと下りの時はそんなにってこと違う上り上りの時<笑><笑>なんか違いがあるんだ私はそう上りの時にその気づきに目覚めたんだけどはあ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 、まあ下りもそうかもしんないけど、うん、ああでもそれで言ったら まあ20年ぐらい前のことですけど、はい、あエスカレーターってあの境目のところに足が乗っかっちゃっても別に死なないんだって思ったことはずっと今でも思ってます。<目>だからその,あのなんていうんですかあ,<ー>あの部分がズズズずずってこう入っていくじゃないですか,かうん、うん、回転するために。そのなんか入るところになんか、うん 足が巻き込まれるんじゃないいかっていう恐怖をね子どもの時は持っててうん、うん、あそこはすごい大股でまたがなきゃいけないって思ってたんですけど、はい、なんかある時に乗っかったまま気づかないでね乗っかったままスってこう、うんはい、スッて地上に出ちゃったっていうか乗っちゃった時あっい,はい、はい、行けたってなってあ<ー>でそっからあの恐怖心がなくなったがゆえに、うん、全くの無意識でそこはクリアできるようになってしまった たですね私はだからあんまり考えてたことなかったですああ<ー>、うん、ちゃんと安全に気をつけて作られてるんですねねそう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 ん、だからこう,う割と毎日のね、うん、もう使うじゃないですかめちゃめちゃエスカレーターって電車移動だとねね、うん。だから私たちが無意識にでもできるように設計の人たちが頑張って設計してくれてるということなのかもしれない<ー>うん えでも知らないうちに降りれてるのはすごいなと思って <laughs> うん <laughs> いや人ってすごいなと思ってああそこ人の機能もね確かに、ね、人の機能がすごいなうん、うん、だって登ってるってか乗ってる時は止まってるじゃないですか自分は、うん、ああはいはいはいなるほどねでもそっから、うん、終わって歩き始めるのを無意識にできてるっていうこれあんまり伝わってないかもしれない <laughs> 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 まあ確かにねうん 考えてみたら,たら不思議ですよね。そう気づいたら自分が歩いてるっていうことにこうびっくりするときがあるから、うん,うん、うんうん、それはあるかもしれない。あ <laughs> ら新,新たな気づきをありがとうございます。あはいあ <laughs>、はい、じゃあ今日は今日の気づきはそんな感じですよ。はい、その二点で二、はい、点です。はい、はい、皆さんかしこまりました。仕方を受け止めてください。<laughs> はい。はい、<laughs> で。 まあ、今日58回じゃないですかあそっかもうそんな段、はい、はいはいはいいよいよですね再来週が60回記念なんですよ、うん、早い早すぎ本当にで、うん、今までで一番ノープランでここまできたんですけど60回記念何するっていうこと、うん、そうですね、うん、あの先ほど話し合いの末はい決まりまして、はい、何するんでしたっけ、えっと、私たちが 5月は誕生月ですから、うん、はい2人ともねちょっとお誕生日会スペシャルでもやりましょうということになりましたね <laughs> え大丈夫かな一番ふざけてない、うん、っていうかそうこれまでで一番映画から遠い可能性はある <laughs> <laughs>、うん、あれじゃないやっぱさ最近 YouTube 再生回数がすごい寂しいじゃないですかだからちょっとやけになってるとこないかな大丈夫かな、うんまあ、その料理コンテンテツがね 結構人気っていう噂も聞いてますんでね、うん、なんかそうじゃないですか <laughs>、うん、なんか料理作ったりなんか一、うん、人でご飯食べる人の動画とかなんか流行ったりするらしいじゃないですかあ<ー>そういう流れに乗れないかなっていうね、はい、どうでしょうそれってさすごいこう有名なタレントさんとかが、はい、ご飯食べてるから見るんじゃない いやなんかね全然関係ない <laughs>、うん、普通の人のとかも人気らしいですよそのサラリーマンが帰りにそのお店で食べてるとこだけとか、うん、OL さんが帰ってきてうちでご飯食べてるだけの動画とか、うん、なんかそういうのが人気っていうのは聞いたことありますよ<ー>ただ今結構それで飽和してる可能性はあるあ<ー>うんあのライバルが多いところにそうそう飛び込んでいこうとしてるそうですね まあ、ね、ご飯食べるというか誕生日会だから、うん、そうご飯を作ろうかなっていうねあ、えっと、逆に、ね、そうかそうかそうか、うん、料理を作るうんあでもこれ私がやってもあんまり面白くないっていう説があって、うん、うんうんまあ日常的にやってますもんね<私>見てもらって、ね、そうね、うん、割と多分作ってる方だと思うからうん、うん、でも真央ちゃんはどうなんでしたっけ 私は半年に1回やればいい方って感じなでね <laughs>、はい、その半年のうちの1回になる可能性はあるあっこ, <の S 2> <laughs> この5月がその料理ね得意な人の動画はいっぱいあるけれども、うん、はいその真逆をいこうということですね、うん、そうですね何作りましょうかねでもなんか誕生日会だから、うん、はいぽいぽいものとかぽいもの、ねまあ、とかやっぱ映画番組なんでうん ポップコーン作る？ああ、それポップコーンよくない？楽しい。やってもめちゃめちゃ簡単なんじゃない？ないでしたっけ？ポップコーン、たぶん私でもやれますよそれ。あれだって炒めるだけだよね。そうそう、なんか蓋して待ってるだけみたいなやつ。そうだよね。じゃあポップコーンはマストでやろうよ。そうですね。それはまあ失敗しないでしょう。多分。でいろんな味作ろうよ。ああいいかもいいかも。楽しそう。うん。いくつか。うん。でプラスあのマオちゃんの。うん。 チン料理？チン料理。チン料理になるかどうかわかんないですよ。あ、そうかそうか。うん。そうか奇跡が起こるかもしれないから。そ意外といけるみたいなこともあるかもしれないですからね。うん。まあ食べ物は無駄にしないように頑張りましょう。じゃあなんかそうだねケーキも準備してしておいてなんかそのメインとなる料理を生配信中にマオちゃん が作り私はもう見守るから無事に乾杯まで行ける、うん、食べるところまで行ってみようということにする、うん、そうしましょうやってみましょうそうしましょう、うん、でも楽しそうだねね初の試みとしてうん、うんうん、ちょっとそういうなんて言うんだろう実践的なものもねそうですね良さそうですね はい、いつもはねあのトークが中心だから、ね、動きがね、うん、動きがなかったけど今回もアクロバティックに行きましょう、うん、そうですねはいはい、はい、じゃあえっ、ー、とその60回記念はですねもうあっという間再来週です、うん、5月20日木曜日、はい、えっといつもの配信は8時アップしてますけどうん この日の生配信なので夜9時からにしたいいなと思います、はい、20日木曜日の夜9時からで、うんえー、第60回記念生配信「女二人の誕生日会」「女二人映画の話」の YouTube チャンネルにて生配信するので、えー、いつもね普段ポッドキャストで聴いてるよっていう方は、うんえー、その時は YouTube チャンネルを見てください。うん はい。で後日、はい、ポッドキャストにも音声だけアップできるものなのかわからないですけれども、うん、どうなるかね。はい、確かにね。<の>料理してる、そうただただうわーとか、ねうん、あーとか言ってるだけかもしれないけど、うん。まずいとかね言ってるだけかもしれない。<笑>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 そう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 。<laughs> まああの YouTube でぜひ見てほしいなと思います。うんはい、でこれねちょっと YouTube の再生回数を復活させ。うん うん。チャンネル登録者数もアップしたらいいなと思っておりますはいす、ねうんはい、チャンネル登録よろしくお願いしますお願いします女二人映画の話 <laughs> 毎週一つの作品を取り上げて語っていきます今週の作品は袖由紀子監督グッドストライプス女が二人 今日も平和な木曜日 森崎書店の日々の菊池晃子と NHK 連続テレビ小説「花子とアン」で注目された俳優中島歩夢ができちゃった婚することになり結婚の準備を進めていく中でそれまで知らなかった相手のルーツを知っていくカップルを演じたラブストーリー若手女性監督の袖由紀子がオリジナル脚本で現代的な男女の結婚事情を描いた共に28歳の緑と真央は 交際を始めて4年すでにマンネリ状態になりお互いに心の中で別れることも考えていたがその矢先緑の妊娠が発覚気がかり上結婚することになるが生まれも育ちもこだわりも全く違う2人は一緒に住むことになっても揉めてばかりで点々点2015年日本これはねあの急遽決めたということであの、うん、新作ではないんですが、はい、えっと緊急事態宣言が出て、うん、映画館がね 都内の映画館結構休館になったりしてるところが多いので、うん、配信で見れるものにしようということで、うん、で今週この「グッドストライプスがあが私が最近気になってた映画ということで、はい、で来週の、えー、と映画が「はい、ノクターナルアニマルズが真央、はい、ちゃんが気になってる映画ということなんですけれどもそう,です、ね、そうあの袖由紀子監督は「はい、あの子は貴族」でね、えーとうん、何回か前に。 取り上げましたけれども、はい、いやー、ね、ちょっとす,そう、うん、すごい好きな映画だったのでうん、うん、その監督の、まあ、前作ということで見てみたいなと私が思っていた、うん、というところから、えー、取り上げましたアマゾンプライムビデオでレンタルで今見れますねそうですね、はい、ということで選んでみましたよそんな「グッドストライプスを見たという方 からのメール行きましょうか。行ってみましょう。はい、えー。シネマヒロア名曲さん、いつもありがとうございます。はい、えー。三田村さんもおさん、こんばんは。えー、SNS 少女たちの十日間、これ最初ね、取り上げようって言ってた映画の方ですけれども、うん、はとにかく意味不明なおっさんのオンパレードで感想メールメールを書く課題作としてあの話史上一番手ごわい内容のような気がしていたので変更は正直助かりました。<ら>見てくれたんですねこれね。うん。見ました。 見,見れなかった<あ>っていうか見た見てないそうでも、うん、行きたい見たいなとは思ってますねえ、うん、あの未成年の少女たちがねどれだけ、うん、あの狙われてるかみたいなね、うん、話ですけれども怖い怖いですけどね、うん、ねはいで「打って変わってグッドストライプスは」はごく普通と思われるカップルの話で怒りや憤りは覚えないものの最後まで魔王は好きになれませんでしたあの男の方ですね うんえー、優柔不断ならまだしも、えー、浮気相手にベッド上でかけたあの言葉は絶対にありえないです、うん、映画の中のことですがあんな男が近々子供の親になるとは <laughs>、うん、そこまで怒ってるすごいですね、うん、はいあと緑が和歌山の病院から母親,母親に、えー、ダイヤル式の電話で連絡するシーンがありましたが若い人は緑の手元で何が起こってるのかわからないかもってことでいただきました、はい、ダイヤル式の電話ねうん ダイヤル式の電話って触ったことありますか私ね、ちっちゃい頃家の固定電話それでしたよそうか、だから私も黒電話う,うんうんうん、親戚の家で触ったことあったんで、うん、なんかギリギリなのかな、うん、我々ぐらい昔でもさ、公衆電話もさ、うん、ダイヤル式でしたよねあそっかそっか、そうですね小学生ぐらいまでなんか、うん、公衆電話普通に使って親に連絡とかしてた気がするうんうんうんえ、今 今ボタン確かに田舎の病院とか行くとああいうのあるのかな、はい、あるんじゃないですか。映画自体はね2015年なんで、はい、まあそんなに昔じゃないから、ねうん、あるとこにはある,あるかもしれないですね。うんうん、はい、ということで確かに真央真央君は。うん だいぶひどかったですね <laughs> あいつ本当何考えてんだあいつは背中蹴りたいですね <laughs> 本当ですよね <laughs> もうあれは確かにめちゃめちゃ怒ってますね皆さんねはい。ということでメールをいただきましたありがとうございます女二人の推しポイントこの映画の推しポイントをお互いにプレゼンしようというコーナーです 今日は三田村さん私かな三田村千春的推しポイントその1画面作りがとっても綺麗すごくねあのーうん、写真みたいな構図だったり<ー>色味だったりもすごいフ,ル、うん、フィルムっぽくて色が綺麗だなとかうん、うん、構図が綺麗だなとかそういうところはすごいたくさん。 ありましただからそういうところこだわってるんだろうなっていうのを伝わってきて、うん、きました、うん、でやっぱ「あの子は貴族」がすごいやっぱ素晴らしかったんで、うん、うんとまあだからうちら的にはその時系列逆で見てるわけじゃないですか、うん、そうですね先に最新のものを見て、うん、2015年6年前のやつを見てるわけですけど「そのあの子は貴族」に通じる、はいうん、通じる シシチュエーションだったり、うん、絵っていうのがいくつかあったなって思いました。確かにあの東京の夜景とかうんそうですね。うん。あのーうん、そう真央が住んでる家、うん、というか、まああのー、カップルがね2人で住む,、うん、住む一緒に住むようになる家から見る景色夜景っていうのはすごいきれいで、うんうん、部屋の奥から、えー、撮ってて。うん 部屋の様子そして窓があってその向こうに、うん、多分スカイツリーがちょっと見えてたと思うんだけど東京のまあ多分下町の夜景が、うん、こうそれ越しで見える、はい、でそこの間に二、えっと、人がいるっていうのがすごい綺麗で、うんうん、すごい美しかったなとだからそれって「うんうん、あの子は貴族」でも。えっと、水原希子ちゃんが、うん 一人暮らししてる家から東京タワーが見えて,て、うん、ザ東京」っていう夜景がすごい綺麗に見える、うん、でも家の中はすごいなんていうんだろう庶民的な部屋の感じで,はい、はい、でそのベランダがあって夜景っていう、うん、なんかその感じとすごい通じるところがあるなと思ったりだとか、うん、あと実家描写も、うん、<laughs> これも、うん、あ,のあの子は貴族だと。 えと水原希子ちゃんの富山の、うん、にある富山の実家でのシーンもありましたけど、うん、でそこで食卓を家族で囲むお正月の食卓とかありましたであと実家、うんうん、居心地が悪いとか、うん、地元の居心地があんまり良くないとかそういうのも含めて、うん、今回のグッドス s t r i p e みど緑ちゃんも実家とちょっと折り合いが悪い。 とか家族の、うん、なんだろうちょっと嫌な空気、うん、とかまあ一番はねお姉さんがだいぶ変わった人っていうことでそこのこう何とも言えないリアリティとかも、うん、こうなんかあわ嫌だなっていう感じが上手だなと思いましたうん、うん、実家描写日本人形がすごいいっぱいあるところとか、ね。<laughs> なんか実家あるあるっていうのはあって、うん、なんかそのリアリティ一個一個のリアリティっていうのがあの子は貴族につながってるんだろうなと確かに思いましたね、うん。あの実家の感じとかお母さんの感じとかって三田村さん見てどう、うん、どんな感じなんですかお母さんん、まあ、でもなんか、うん、今回のグッ ストライプスの、うん、その家族のとの折り合いの悪さって正直、うん、あんまりこう説得力はな,なくってそのお姉さんが変わり者で、はい、っていうのは分かるすごいそれは良かったんだけど <laughs>、うん、伝わってくるんだけどそのお母さんとの折り合いのところは、うん、んそんなにお母さんがすごい変わった人だっていう感じもあったっけ 厳しいお母さんって感じはあったけどあそだ、ね、なんだろうそのあの正社員にはなれたのとか結婚はどうなのみたいな雰囲気っていうのでなんかま自由に生きたいあの事情からしたら、うん、やっぱ疎ましい存在なのかなっていう,うん、うん、までもそ,れその程度というか。そ,うだね、なんかそこまで、うん なんか感じはしなくてな、うん、すごく呪縛っていうか縛られてる感じとはちょっと違うのかなって思いましたけどあとはまあそんなに裕福じゃないみたいな感じは言ってましたけど、うん、なんかそこの説得力はあんまり伝わってこなかったなっていうのん一個残念なところですね、うん、だからすごい共感するかまあ実家のあのなんだろう外観うん とかその日本人形がいいっぱい並んんでるとかかなそういうわけ、なんかよくわからないものがいっぱい置いてあるみたいな, <laughs> なそういうところは実家っぽいなって思いました <laughs> そうなんだはいあ<ー>、うん、おばあちゃんが買ってきたのか誰が買ってきたのかわかんないものみたいなでも、うん、<laughs> なんか写真飾ってある写真が「あおじいちゃんとなんか似てるね」とか言ったら「ああれ 近所の人だよとか, <laughs> 繋がってない,とかいうかそういう謎な,なん孫もよく分かってないっていうかうん、うん、家族ですらよく分かんないものがあるっていう感じはあるんですかね、うんうん、でもそのなんかなんだろうなみどりちゃんがおうち実家に帰るって言って妹とねで真央く君と3人で車で着いて。うん で、こう実家が見えた時にでかっと思ったんですけど、なんかあの実家のサイズっていうのはなんか普通なんですかね。普通じゃない。ああいうものなんだ。じゃあよくある家っていうことでいいんですかね。なんかあのサイズで東京でああいう雰囲気であると地主の家だって感じがしちゃうんですけど、なんかだからすごくお金持ちで固い家でっていうことなのか別に普通の。 田舎の実家、田舎の家ってことを表してるのかどっちなのかがちょっと分かんなかったんですけど、普通だと思う。あれは普通なんですね。あの鉄工場も厳しいみたいなこと言ってたから、経営が厳しいってね言ってましたね。多分そんなにだとそうかそうか。だから普通のお家の子だったっていう。そうそう。あと古い古いしね。あはい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 。うんん。そうですよね。なんかこの作品。 まあ前提として私の全体の感想を言っとくと、うん、思ってた面白さとちょっと違ったなっていうところがあってやっぱあの子は貴族のが素晴らしすぎてそうそう期待なんだろうハードルがすごい上がってたのかなと思うんだけどなんか通じてるところはありますよね明らかに同じ人が撮ったっていうのはわかるけどそうですねうん、うん、そう話の、うん まあ、脚本の部分での説得力っていうのは、うん、ちょっと「あの子は貴族」に比べると、うん、結構弱かったかなっていうのはありますね。うんうん、だからそれは「あの子は貴族」はね原作ものだから、うん、原作があってのやつだからうん、うん、で「クッド・ストライプス」はオリジナル脚本ということで、うん、まあそこの違いもあるのかなとは思いますね。うんうん、そうでですね、はい、でもなんか あ本当はこういうことが言いたかったんだなっていうのがあの子は貴族で分かっていくっていう感じなのかなとも思いますよね、うん、その<ー>なんだろう何も主張しないじゃないですかあの映画の中に出てくる人たちってでもなんか不満を持ってそうな感じとかりちゃんとか、うん、なんかそういうのとかがよりはっきりとメッセージとしてあの子が貴族では出てくれてるっていう感じなのかな。うん、そうですねうん、うん はい、あのー、真央くんの家はい、はい、を見た時もあの部屋を見た時も、うん、いやこの子はどれぐらいの収入のある仕事してる子なのかっていうのがちょっといまいちわかんなかったそうっていうかんかあ,んあ,あれ結構高層高層っていうか高い方だよなと思ってあの景色 を見れる家で,あ,<ー>であの1位置はそんなに高くなさそうだったよ。うそうでしたっけ？十何階とかそういうんじゃないっぽかったけど、うん、しそんなにその新しい家築さとかじゃないけど、うんうん、でも東京のあんなスカイツリーのすぐ近くで、うん、一部屋じゃない,ないからそそ、うん、そうそうそう多分 1DK とか。うん 1DK ぐらいかな 2DK、うん、ぐらいかなうん、うんうん、なんかそのみどりちゃんの会話の中で友達との会話の中で、うん、なんか彼の収入じゃそんなんできないよみたいなこと言ってたからそんなに高級取りじゃないんだろうなとも思うし、うん、なんか予想としてはあの、うん、お母さんに出してもらってる説ああはい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 確かに。 うんうん、それだったらなんかわかるお坊ちゃんだか,からその辺もねなんか謎でしたよね、うん、そうそうそう仕事の部分とかなんか,、うん、なんか設定があるあるではあるんだろうけどなんかこうあるある止まりっていうかリアリティが、うん、あ,のあの子は貴族に比べるとそうですね短い感,じない感じはあったかもしれない。うん、うん まあ、あの子は貴族もねすごいお金持ちだから、うん、身近ではないんだけれども、うん、そのなんていうか辻褄がちゃんと全てに合ってたっていう感じがうん、うん、説得力がすごい強かったなっていう感じがするよね。うんうんうん、そうですねでは宇宙回って教師ポイントその1。主役の2人が可愛い なんか私もこの映画見ててなんか大枠で捉えるのがちょっと難しくって点で,かわ点でいいと思うところはいっぱいあったんだけどなんか線でつなげることが私の中でちょっとできなかったんでわ、うん、かるなんか点を言っていくとして一番おすすめしたい点は主役の歌いがなんか可愛い <laughs> なんかなんだろうなんか幼いんですよね。28歳っていう設定なん すごい子供だよねそう雰囲気大学生で言ってることとかやってることがなんか大学生っぽくて、うん、で,でもなんか見た目はちょっと30前後じゃななないいかなっていう雰囲気なんですよねだからなんかそうなんだけど見た目としてはあの完全に大人なんだけどなんか中身とかこう社会人やってますみたいな感じの雰囲気が2 <laughs>、うん、二人にあってなんかそれがまあでも。 こういう雰囲気の中で生きてる人たちっていうのもいるだろうから、うん、なんかそういう風に見るとなんかすごい可愛いなっていう大人になってもこんな感じで生きてられるんだなれたらいいなみたいな、うん、なんかそういう可愛らしさをすごく感じましたね。ななななんんかかすごく言葉が足足りりてていいしし人ともも、うん、で行動 彼の真旺君のセリフの中で,くんのセリフの中でなんかいつも期待した通りには物事は進まないんだみたいな感じで何回か言うんですけどうん、うん、本当に2人の行動がその,そのものっていうかなんか人の期待に応えようとしてない雰囲気がどちらにもあって、うん、そういう生き方もいいなみたいなのを思ってあの2人を見てるとまあこれはこれでいっかみたいな気分になってきて <laughs> なんか。 友達とかだったらなんかいいカップルだなとか思っちゃいそうだなって思いましたなんか似てなさそうで似てる感じはねするよね二人は私たちすごく似てるとか価値観がすごく合ってるみたいな感じで絶対自覚はしてないんだろうけど周りから見たらもうお似合いすぎるみたいな感じに他の人じゃ無理みたいなそうそうそうどっちもそうそうそううん っていう、なんか、二人にしかわからない暗号みたいなものがいっぱいありそうな二人っていうか。<ー>無自覚にっていうのは、なんかすごいいいなと思いました。二、うんうん、人ともあんまり周りに期待しないし。うんうん、そもそも興味があんまりない、うん。何にも多分、うん、っていうところで、お互いに、お互いのことも、あんまり興味がないところから。 結婚をするとということになりそこから初めていろいろ知り始めるっていう話だったのかなって思ってうん、うん、あなんか4年も付き合ってるのにそんなこと知らなかったのうん、うん、っていうことがいっぱい出てくるからうん、うん、あなんか本当にあんまり興味がない人たちなんだろうなと思ってうん、うん、でも全然ある,あると思うんですよねその本当に 人に興味がなないこともあるし、うん、なんて言うんだろうなあの結婚とか恋愛に対してすごい気合いがないと、うん、やっぱ気合いが必要だからその結婚するにしても恋愛するにしてもうん,、うん、なんか気合いがない2人はああいうふうになっていくだろうなっていうのはうん,、うん、なんかそこはすごく納得し,してしまいましたそうかもしれないですね、うん まあだからできちゃった結婚というねそういうことがなければ、うん、多分二人の中からは自発的には出てこなかったであろう行動がいろいろあるわけですからね。うんうん、そうですね。何、うん、だっけ点点で、うん、点がね、うん、いっぱいあったんだけど線になかなかならなくて,てああそうそうそれはすごい、うん、私もね同じ印象でうん、うん、なんかこうずーっと大きな 絵をずっと虫眼鏡で何て,、うん、<laughs> ていうか細かいことの連続はわかるんだけどこれ全体どういう絵なのか全然わかんねえな、うん、みたいな、うん、そういうでそれってわざとなのかもしれないけどふわふわした感じっていうかでもなんかそれにしても多分それがこういい効果を生み出してないというか、うんうん、効果的に働いてないのかなっていうのはちょっと うん、あれこれはどういうことを言いたいシーンなんだろうっていうのがなんかわからないままぶつって結構切れる、うんうん、で次のシーンに行くっていうところが多くてっていう印象がなんか全部こう尻切れとんぼになってる印象はありましたね、うんうん、なんかその点あの子は貴族はどうだったかなって思い出そうとしたんだけど、うん、あんまりそこまで細かいとこまで思い出しきれ,切れなかったんだけど、うんうん、なんかそうん。 うん、でもなんかその「あの子は貴族」の時はやっぱモチーフがそれぞれ何かあって乗り物とかなんかあったじゃないですか<ー>幼少予想で出てくるなんかそういうポイントが結構あってなんかそういうのを探してみたんですけどなんかあんま見つけられなかったんですよね、うんうん、その一本つなぐ何かみたいなのあるかなと思ったんだけど、うんうん、なんかもしかしたら隠してるかもしれない。なんか亀とかもなんんかかかとも なんだろうなとか思ってて<ー>何かあるんだろうけど、なんかこう、うん、言語化できなかったですね。そうですね。うん、何をなどういう役割なのか、うん、亀とか動物とかに何か気持ちを乗せてんだろうなと思うんですけど。うん、なんか繋がんなかったかな？って感じでした。うん,うん、うん。じゃあ行きます。うん、三田村千春的教しポイントその2。 登場人物の何,何気ないセリフにニヤッとしましたやっぱそういう細かいところのう,ん、うん、ういるこういう人とかこういうセリフうん、うん、嫌な感じすごい伝わるとかはいう、はい、のはすごいありたくさんあり,、うん、ありましてえっとねまず1個はんの友達のうざさ本当本当それ <laughs> ね本当それうん たぶんエリートの人たちっぽい感じでバシッとスーツ着て、うん、いや多分,多分いい学校行,行ってたまあね真旺君の大学の友達ですもんねそうですね、うん、なんかあのすごいこじゃれたお店に行くじゃないですか結婚祝いに、うんうん、そうそうそう、うん、友達とみどりちゃんも一緒に行つって。うん あの店の感じとかも、はい、いや鼻につくし、うん、でその言ってることなんだっけあの髪型が荻窪っぽいって言われたとか笑ったけど <laughs>、ね、ちょっと笑ったけどその嫌味超嫌だと思ってでもさでもでもさって思わず、うん、言ってしまったけどなんかそういう何、うん、て言うんだろう、うん、なんか。 いじっていい人間見つけるとすごい喜んでいじり倒すやつっていう感じがなんかすごい出てましたよねうん、うん、出てたうんで次行ったら「うん、下北っぽい」って言われてそうそうそうあでも渋谷に近づいてんじゃんみたいな、うん、で最終的には「銀座ね」みたいなこと言っててそうそうそう,そうもう私絶対帰るもうすぐ <laughs> <laughs> すぐ帰る <laughs> ねいやー、うん、でも 絶なんかなんだろう悪気ない感じもあるしでもそれこそ、うん、悪気ないからこそ嫌だっていうのが、うん、なんかそのセリフ選びというか嫌、うん、なセリフだなっていうの、うん、でその言い方とかもすごい上手でだからなんか付き合ってるその、あのー、その,マオの男友達たちもなんかすごい子供っぽくて。うん 28歳でこれかってなんか思って <laughs> <ー> <laughs> なんか全体的に子供っぽい感じはありましたよね,ねなんかねなんかそのノリで騒ぐんだまだっていうのがとかね、うん、そうね元気だよね、うんうん、元気というか元気 <laughs>、うん、<laughs> そうあともう一個がその逃「逃げない」「逃げない」「セリフね」 真央君が,ん、うん、がみどりちゃんの足を見て、うん、なんで女子って足になんか変なあざがあるのだろうねみたいなそれちょっとニヤッとし,ました、ね、うん <laughs> うん <laughs> いやあれは波乱の幕開けだろうと思ったんですけどああ、うん、だって私は思ったけどそういうことですか 他のの女足も見ててるっことそううううそそそそれもあると思うけどなんか私も常に足に変なあざがあるい。なけど変なっていうかまあよくぶつけるんだけど家の中とかでそういう自覚があるから余計かもしれないけどそれをあえて取り上げてセりふにするっていうところがんか目のつけどころはすごい好きだなって思いましたね。 でもそれは確かにその浮気してるっていうことを示してるとも思うけどなんかあのんあごめん今大丈夫ですかいや真央君で真央ちゃんだと思って今気づいたそうそそううなんですよごめんずっとごめんごゃんいゃすいやいやいや一緒だねなんかそうなんですよで男の子で真央ってまあいるっちゃいるんですけどあんま聞かないなと思ってうん これは珍しいなっていう両方ともさ中性的だよね名前が緑。あ確かにそうですね緑。うんでも何々こうとかじゃないですかねそう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 ううんそいやなんか真央くんを演じてた中島歩夢さんはなんかすごくフィットしてましたよねあの役になんかねあのなよなよしてるそうそうでもボソボソしててうん 思ったことすぐ言っちゃうみたいなはっきり喋ん,、うん、んない割に思ったことボソッと言っちゃうみたいな <laughs>、うん、空気読めよみたいなやつとかはい、はい、なんか全然分かってなさそうな感じみたいなのとかはすごい上手だなと思いました上手、うん、でした、うん、ではいきます一部魔王的推しポイントその二、音楽が良かったおお<ー>。なんかねあのね個人的な ポイントからなんですけど、うん、学生の時に私が学生だから2011年とか2012年とかなんですけど、うん、にこの劇中歌を作っている宮内優里さんとかあとは大橋トリオさんエンディングの曲作ってましたけどうん、うん、とかよく聞いててなんかその頃のことすごいふわっと思い出したんですよね。はいはい、でなんかこの他のラッキーテープスとかも書いてたのかな ねど,どこのそうなんかあんまりそうかピンとこなかったんですけど。入うん。オンニーカで、うん、ラッキーテープスでであとはそのみどりちゃんの友達がやってるバンドのボーカル役でシュガーミーさんっていうのかなはい、はい、がやってたりとかしてまあそのシュガーミーさんの音楽もすごい良かったし、うん。あの声がすっごい良かったね。ねでなんかやっぱり。 うん、うん、そう私も調べたんですけどなんかちょっとその渋谷系っぽさがあって、うん、なんだろうな今2020年代の人たちがやる渋谷系を受け継いでる感じとは違う何て言うのかな、うん、渋谷系そのものっていうかっていう雰囲気があったからシュガーミーさんがなんかちょっとそれも懐かしくなってしまって、うん、だからなんかはい、はい、音楽のチョイスが私としてはなんか懐かしいなっていう気分にさせてもらって。うんうん でまあ、全体にその都会的な浮遊感のある音楽だったなと思って、うん、あーそうですね、うん、なんかこうくどさの一切ない音楽のチョイスというか、うん、っていう感じがすごいこの主人公の二人と合ってたなーっていう感じがすごいしていうかそそそそう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 なんかずっとコップの水がチャプチャプなってるみたいななんかそれぐらいの音楽みたいな感じがすごいその。うんうん うん、冷たさとかっていうのの中の可愛らしさみたいな感じがすごい出てて良、うん、かったなと思いましたうん、うん、最後の大橋レ里也さんの歌めっちゃ良かったなと思って久しぶりに聴きたくなりました、うん、あのシュガーミーさんがライブしてた場所あるじゃないですか、はいうん、あれどこなんだろう 2>, ?2 回ほど出てきましたけどはい、はい、あれね私知ってたあの場所。うんえー あれねライブハウスじゃなくて多分そうだと思うんですけど吉祥寺のキチムっていうなんかカフェ、うんうん、あはい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 知ってるはいはい、はい、行ったことないけど名前は聞いたことあるでそこに昼間曲がり営業してるピワンっていうカレー屋さんがあってはい、はい、めちゃくちゃ美味しいのよ。お 大好きで私、えー、私。ええ、ね、ええ、ええ、そう、二回ぐらいしか行ってないんだけど。うん,うん、うん、うん。そのピワン。のカレーが大好きで、えー、で、それで行ったことあって。あ、そうなんだ。うん。で、そこの場所だと思う。うん,うん。に、多分、機材。ライブとかや。ってるんじゃない。ですかあ、やってんのかな。なんかね、かあの、知り合いの人がやって。でもね、なんか朗読。 ライブとかなんかそういう<ー>ガ,ガチバンドじゃないかもしんないけどはいはい、はい、そういう生、うん、生感のある感じ、うん、かなってうんうん多分そこは吉祥寺だと思う、ね、そうなんだ、うん、よかったですねあそこねよかったよかったうん監督への指針 この番組を通して、女二人から監督への超勝手なメッセージ、かっ指針を送ろうというコーナーです。無事に、はい、今日も。<laughs> 続いてます。はい。<laughs> なんとかね。虫の息で続いてますけど、ね。<laughs> <laughs> おかげさまで。はい。おかげさまで。ああ、でも、今日は。逆に。いっぱいあ。りそうな。気がして。何を言おうかな。 じ,じゃああ私かから先いいいですかあお願いしますえっと「監督監督スーツの男嫌いでしょう」<laughs> さっきのお話に続きですけどはいはいはいいやーもうあれねスーツの男嫌いなんだと思うんですよねなんかすごいその <laughs> スーツでちゃんと働いてるんだかなんだか知らないけどすごい失礼な男みたいな感じであの今回もそうだし。うん あの子脇族の時も,、うん、もう本当になんか無神経な失礼な男としてスーツ着た男が出てくるじゃないですか。ははい、はい <laughs> なんかそれでと対照的に緑が仲良くしてる、まあ、そのバンドやってる友達だったりとか、うん、まあその周りの人たちっていうのをすごいなんかこう、まあ、緑視点なんだけど楽しそうにあの描いてて、うん、これは本当に。 監督の主観だなって感じがしたんで、どうですかっていう。ああ。トラウ、トラウマ的な。なんかね。やっぱ言われたんだと思うんですよ。なんか。絶対。うん。やっぱみどりちゃんは。監督自身な感じがするんで。うん。うん。たくさん、そういう嫌な。ことあったんだろうなと思って。わかる。わかるった。なんかみどりちゃんって。めちゃくちゃわがままだなと思ったんですけど。うん。うん。うん。 それ監督だったらちょっと監督やばい、うん、やばくないですかえでもなんかなんだろう、うん、わがままっていう例えばどんな場面ですかねすぐ怒るしうんと例えば自分の実家で、うん、自分の過去の写真とかをこう勝手に見られてた時にすごい怒ったけど。うんうんうん 真央く君のお父さんの家に行った時にめっちゃ写真勝手に見せたとかまあわがままというかなんだろう配慮がないというか、うん、なんかそのなんか人間として出来上がってない部分があるっていう、うん、なんか出来上がってないっていうかなんていうのかな、うんまあ、っていうなんか未熟な部分みたいなう、ね、自分の中にある子いもの自覚で。 してるからああいう批判的な部分はないっていうかうん、うん、っていう感じなのかなと思ってああ<ー>うんなんかちょっと誇張した誇張したところはあるのかな、うん、ういう部っていうのはまあでもそういうのってなんかこう誰しもがあるじゃないですかなんかこうちゃんとした大人としてやりきれない部分っていうか、うん、なんか自分の中にはなんかいつまでもこういうとこ でこういうことですぐ怒っちゃうんだよなとかなんかこういうことにまだ、うん、未だに折り合いつけられないんだよなとかこういうふうにうまくやれたらいいのになとかっていうのをいっぱい多分監督が抱えてるから、うんうん、なんかそういうところはみどりちゃんを通してすごい見え隠れしたんで、うん、なんかそれは共感ポイントでもあるとは思ってるんですけどと思いいましたはい、じゃあ私も行きますね。はい えー、次のオリジナル脚本も見てみたいですこの作品からの「あの子は貴族」が素晴らしくて、うん、そこでまあ多分得たものとかを、うん、こうもう一回オリジナル脚本で見てみたいなっていう、うん、だどういうのを撮るのかなって。うん っってていいいうのはちょとと見てみたいなと思いますねうんうん、うん、でもなんかそのオリジナル脚本か、うん、その原作がある方かなんかこうどっちが向いてるのかっていうところもこうやりながら考えたりするとこもあるんですかね。な、うんだろうあの、うん、騙し絵なき場の監督、ね、吉田大八さんでしたっけ オリジナルで何か描きたいっていうよりかはなんか料理したいっていうタイプな感じもするしなんかもしかしたら袖さんもそういう人なのかなとかね可能性としてはそうですねそっちのタイプかもしれないかもしれないけどそういう人がオリジナルを作ったらどうなるのかは確かに気になりますねキャラクター設定とか過去の背景とかがちょっとやっぱり見えづらいところが 惜しいなと思ったから、うん、でもあの子は貴族はすごい何も言わずとも伝わってくる背景っていうのがあったから、うん、なんかその説得力をオリジナルでそれぐらいの,その強固な背景があったらなんか良さそう、うん、すごそうだなと思うからそこもちょっと見てみたいなとも思いつつ何、うん、かそういうねいい出会いがあれば、うんね、原作ものも面白いだろうなと思いますす、ねうんうん、そうででね楽しみです。 「はい、今夜あまでもいいよねの話女二人映画の話 お,父さんあお母さん役が、うん、京子さんじゃないですかオーガスタの、うん、お母さんは産婦人会ってことですよね、うん、そうですねお母さんに店に行くかなと思って、うん、その辺がなんかあのカップルの考えなしっていうかどういう神経なんだろう、ね、でしかもさ、うん、お母さんとしても自分の息子がまだ結婚してない女の子を、うん。 ま言ったらませたらわせけじゃないですかそういう態度じゃなかったよねんか言って <laughs> うんうん、うん、そうそうそう描写としてなんかあ考えられるのは「そのえなんかお母さんに見てもらうの私ただよ」とかってなんかひと言あるとかなんかそういうのがあったりした方が自然かなと思ったけどなんかいきなりお母さんの病院 <laughs> お母さんに見せるっていうなんかねそこがなんかでもあのカップルの不思議さっていうか何も考えてないでしもあ,あるのかなってそうですよねねお母さんのスタンスもちょっと、うんうん、そうですね謎ですねハラ、うん、のあのナーナープロポーズうんそう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 あれ貼ったそうかなと思いましたね。<laughs> <laughs> 本当いやほん私は弁護士に貼ったおそうかあっ人で見ますって言い,言いたくなりそうと思ってあうん大丈夫ですあの時点で<て>そうそうそう、うん、<laughs> 結婚するするよねみたいなったっ <laughs> そうそうそうえするよねみたいな <laughs> <laughs> あの二人の夫婦の10年後とかはね うん、成長してるかもしれないそれは楽しみですねすごいちゃんとした大人になってるかもしれないいやでもなんかその成長も何もないみたいなだって28歳であんな感じなんだから <laughs> 30前後であんな感じなんだから <laughs> なんかそういうことに価値を置いてない人たちって感じはするから<ー>成長とかしなさそうと,とも思いますよねよしてたらびっくりだけど。 ね、ハハまあでもそういうなんかちょっとお互いを知ろうということをしたりとか、うん、なんかそういうふうに変化していくタイミングの話だったんでしょうね,そうですねここからね、うん 2>, うん、2人がちょっと夫婦として変化していくタイミングっていうかう,うんうんうん、うん、ラストカットはちゃんと幸せそうでしたからねうん、うん、そうそうそう そういや昔のみ見てあらこうで<ー>言わんでくれよって <laughs> 分かっとるんやこっちもって <laughs> 思ってるかもしれないですね。だって、ね、自分たちもどうですか5年前の作品とか引っ張り出されて <laughs> そうですよね言われたら「いやそれは。 それは自分でも「はい」みたいな。とかさ「予算ってものがあってさ」みたいなさそうそうそうねいろんな事情がね裏ではありますからね言われたらいろいろね言い返したくなることはあるでしょうでもあの子は貴族はマジで大好きだからいや本当にねよかった出会えてよかったですうん本当ですということでじゃあ次回ですねいよいよ第59回。 うん、なりますが第、はいえー、5月13日配信分の作品はトム・フォード監督ノクターナル・ルアニマルズ、うん、これはだから今週に続いて、えーうん、私たちの気になってる最近気になってる映画をね、はい、急遽、えー、見ようということで、うん、えと真央ちゃんが上げてくれた映画ですけれどもそうなんですこれ多分映画館で見て、うん、もう何のこと言ってなんか全く分かんなかったんですよ。 ははいいちょっと怖いなでしょなんかだから今見てわかるのかはさまた今見ても全くわからないのかちょっと興味があったのでちょっと提案してみましたみんなでみんなで議論できれば当たり屋的なそう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 れうそ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 うあうそ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 う とはい、配信でね見えますので、うん、おうち時間に見てみましょう見てみましょうはい、はいえー、そして再来週がですねオープニングで言った通り、えー、60回記念の生配信をやります今回は女2人の誕生日会ということで誕生日会をただただやります、うん、でその中には、はい、まおちゃんのレアな料理シーン、うん、<laughs> 料理 かはい、本,舗本舗初公開本舗初公開 <laughs> まだ確かに袋とじはい袋とじです、はい、<laughs> 料理もしますということで、はい、どんな料理ができるのか何を作るのかなどなどちょっとこれからね詰めていこうかなと思いますので、うん、楽しみにしてもらえたら嬉しいですえっ、ー、とその生配信は5月20日木曜日の夜9時からですねやろうと思ってます女二人に映画の話の YouTube チャンネルをチャンネル登録して いただくといいかなと思います、うん、なんか誕生日プレゼント交換とかしますああ、なんか面白いかもやりますか、ね、そうですね、うんうん、当日しましょうそこで交換しましょうか、うん、そうしましょうはい この番組ではあなたからのの感想やご意見をお待ちしてますこの作品を扱ってほしいなどのリクエストも大歓迎ですし過去回の感想はいつでもお気軽に送ってくださいメールを採用させていただいた方には二人の話ステッカーをお送りしますので住所と本名も忘れずに書いてくださいあとその再来週の生配信で誕生日パーティーでこんなことやってほしいみたいなのも、うんえー、ぜひぜひお待ちしてますメールアドレスは2人の話アットマーク Gmail.com です この番組はポッドキャストと YouTube で聞けますお好きな聞き方でどうぞ YouTube の方はコメントやチャンネル登録グッドボタンをお願いいたします Twitter もやってますのでフォローお願いします感想やご意見も「ハッシュタグ2人の話」をつけてぜひよしお気軽につぶやいてください はい、そしてこの本編を配信した後にさらに喋り足りないことを女二人映画裏の話として喋っています毎週月曜夜8時に女二人映画裏の話のノートに音声配信中ですこちらは一つ100円で購入していただくと聞くことができますノーカットネタバレ終わりの野話のな投稿をぜひ聞いてみてくださいはい、はい、じゃあまおちゃんお知らせありますか はいえっと、5月8日にワンマンライブをやりますので、うんえー、そちら配信チケットを買って見ていただけると一番のお祝いになりますのでぜひ宇宙の誕生日を皆さん祝ってください、ね、お願いしますはいはい以上ですもうすぐですね、まあさってかそういうことですねはいはい、はい、私もですね5月15日が誕生日でして誕生日の当日に 三軒茶屋グレープフルーツムーンというところでバンドセットでのワンマンライブを行います田、うん、村千春バンドセットライブ大生誕祭2021ということで聖陵、えー、になりたいなと思います5月15日土曜日のお昼ですね、うん、のライブです会場に来れそうだという方は予約もあの受け付けてますのでよろしくお願いします配信もやりますので配信チケットも販売中です 来週も木曜夜8時に配信です。ぜひ聞いてください。ここまでのお相手は三田村千春と。宇宙魔王でした。さよなら。さよなら。